よーせーの、イケメンの田舎サラスミアラライブダーです。よろしくお願いします。今日の企画はなどロマン、コンビニでお互いが、同じものを買ってくるまで終わりません。終わりません選手権ってことに。そうそうそう、なんかまあ、うんうん、2人でさ、うん、コンビニに行って行きます。なんか好きなものを買うのよ、片方ずつ行って、うん、で好きなものを買って、その同じものを買って自分の好きなもので何でもいい、なるほど、相手が予想して買ってきてもいい、揃えなきゃ終われない。なるほど。だから揃えたくなかったら、あの無限経費でコンビニ行けるから。揃えたくなかったらやば、無限経費でコンビニ行けるから。無限経費コンビニ。そう、コンビニ。むしろ経費で、コンビニで経費いくらまで使っても大丈夫かみたいな比較が。違う違う違う、最終的にね。やっちゃうか。やるか。これ、揃うことあるの？いや、俺揃うと思うけど、ね、お腹空いてる気、空いてる、お腹空いてるし、今日が買ってきそうなやつとか買えばいいんでしょ。あ、そっちで行く。じゃあ俺はもう何も考えないで買うよ。あ、いいよ。じゃあやってみよう。いや、怖いな、変な。ちょっと限定しようか。ちょっと、まあ、ちょっと限定しようか。じゃあアイス、アイス、はい、アイススパゲッティ。もう言ってるなよ。もう言ってるよ。アイススパゲッティ、はい、アイススパゲッティおにぎり、はい、でこの3つの中からしか俺選ばないから。あ、なるほどね、うん、その中で賞だったらこれだなって思うの。俺は逆に酒だと思ってた。あーね、え、じゃあもう全然違う。俺だって今行こうかなと思ったら、こうやってパカッて開くミニ将棋みたいなやつ。絶対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 無理だ、全然無理だ。だから絶対当たんない。だからこれ、だから絞った方がいいじゃん。あー、なるほどね、うん、アイススパゲッティおにぎり。オッケー。この3つあれにするじゃん。あのさ、大工の源さんと一緒でさ、3回勝負にする。俺らのさ、あ、分かんねえ、見てる人たちさ、やんねえのよ、あのパチンコとか。メーカーさんとか、メーカーとかいらねえのよ。その3回勝負。あ、だからもうアイスの部、スパゲッティの部、おにぎりの部。どうする、1種類しかなかったらスパゲッティ。そしたらもうスパゲッティ以外は赤保留になる。でもそこで揃えらんなかったら、じゃあ今赤保留ね、これ揃えらんなかったらもう全部で、ね、ジャンルだから、そこで1個も揃えらんなかったらっていう。アイスもスパゲッティもおにぎりも全部ダメだったら、もう1回リベンジでってこと。そう、リベンジでもう一回いかなきゃいけない。あ、復活もう一回チャンスってことね。そうで、あ、全部ダメで、全部ダメで、うん、もう一回スパゲッティとか食うのきついでしょ。確かに確かに。当たるか3個。いや、一回やってみよう。絞ってダメだったのに。絞って、いや、一回絞らんでいこう。じゃあ、じゃあ分かった、うん、アイスの部、アイスの部ね、スパゲッティの部で、おにぎりの部やって、最後じゃあカップ麺の部いこう。これもうここはカップ麺の部ね。オッケーオッケーオッケー。カップ麺だったら今食わんでもいいし。確かに。復活の部ってことで、じゃあ4本勝負で、一発で当たったら勝ち、うん、ということでやっていきたいと思います。いきましょう。こっちは以心伝心できるのか。やばい、サドンです。聞いたことないよ。新しいサドンです。サドンです。はい、買ってきました。買ってきました。何が自信ある。え、じゃあちょっと待って、一回さ、成功した個数につきさ、なんか報酬が欲しくない。あー、誰か。あ、上。こういう時こそ上。ほんなら、うん、今月の YouTube のバックチョイ増やす。おお、そうね、じゃあ1000円増やす。あ、1000円1個につき1000円増やす。おっし、行こうか。何から自信ある。バギー。オッケー。じゃあ行きますか。せーの、ボン。そうね、そうだよな、お前絶対そうだよな、そうだよな、お前はこれなんだよ。これ絶対お前はこれなんだよ。これ好きなんだよ。そう、絶対好きだな。でももうソーセージが好きじゃん。好き。ベーコンも好きじゃん。ヘブンチも好きじゃん。好きなんだよ。絶対そうだわと思ったもん。もう終わり。終わった。もう言ったらこれ V ストップ獲得してる。そう、1個これでもう1000円獲得やろ、俺ら。あと2000円獲得できるじゃん。2000円獲得できるよね。俺ね、これとなんか何個かあったんだよね。なんか小エビのパスタみたいなのがあったの、うん、で、ショウがあんま好きそうじゃないなっていうやつだったの。めっちゃ嫌い。なんか和風系あったあった。あとナポリタンか、これで迷ったんだよ。ナポリタンかこれで迷ったんだけど、このベーコンとソーセージと大盛りっていう言葉にお前は弱そうだ。別に大盛りには釣られてねえわ。釣られてない。オッケー、じゃあ正解ね、うん、これね、俺全部当たったらすごいぞ。おにぎりはね、微妙。じゃあ逆に今おにぎりいっとこうか。おにぎりいっとく。せーの、ボン。あー、いや、うわ、いや、思ったー。これ思ったんよ。え、見てんね、見てんね。思った、なんか、いや、そう、食いそうだな、こういう。いや、思ったー。思った
んだけど、うん、なんかあれよ、なんか理由は多分結構さ、お腹いっぱいになるじゃん全部食ったら、うん、お腹いっぱいになっても食えるもの、俺先にこっち選んだからペペロンチーノの後は何食うかな。あ、そういうことか。俺おにぎりから選んだわ。だからそう、エビ天初め目に入ったけどこっちだったな。めくるとなったんだけどな。アイスはどのくらいでしようの。アイスはね、いや、わかんない、微妙かも。いや、好きそうなやつが俺3つに絞ったから。確かにあのコンビニに3つぐらい好きそうなの。3つに絞ったんだけど、味がちょっとむずかった。いこうか、せーの、ボン。あー、絶対それ。そういや、それだな、かなとは思った。いや、スイカバー絶対好きだと思ったんだよ。めっちゃ好き。スイカバーの隣にガリガリ君を見つけてしまって、いや、こっちもめっちゃするキモいな、俺ら。うん、もうマジのどっちもニアピン。ニアピンだわ、うん、悩んだもん。スイカバーよく食ってんだよ、それ。食ってる、めっちゃ食ってる。ガリガリ君かスイカバーしか食ってねえのよ、お前。これあれだね、買っている風景も撮った方がよかったね。あ、したら本当にニアピンかどうかが分かるもんね。うわー、そう、見せかけてこっちとかでやってるシーンがあったが、そうかったのかな。くっそか。うわー、結構当たった。まあ、でも当たったんだよね、これ、うん、当たったけど、どうする。食べながら恋バナとかしてみる。キモいって。エクストラターンだった。エクストラターンじゃラーメンね。ラーメン、あの、カップラーメン。うん、カップラーメン。カップラーメンちょっと持ってくるわ。せーの、ボン。あー、ほらーね、全然違う。いや、思った、わかんないかもね。辛いのはないなと思ったんだよ。で、豚骨、くっせえ豚骨かなと思ったんだけど、いや、豚骨、いや、でかいの食いそうだな、ショー。全体的にどんな人だと思われてる。なんかあとこれ、麺の容量少なそうだし、どっちか。いやこういうタイプ、こっちはぎっしり入ってるイメージ。なるほどね、あの、トッピングありきのやつみたいなところある、ね、そうだなと思った。どこかなみたいな。まあ、とりあえず食うか。アイスかな。これちょっと温めないといけないもんね、これ。あ、これ食べるまでが企画。そうよ。じゃあ、あの、だから食べるまで企画で合わなかったらもう一回買いに行かないって。あー、そういうことだったのか。そうそうそう、まとめて買っちゃったね。そう、無限なんかたあっちゃった。あ、そういうことだったのか。俺ここに来て動画の趣旨を理解してなかった。やっと理解したんだ。やっと理解したから。買いに行って、まあ違う、また行こうかーが楽しいのか。食べてしんどいが見たかったんだ。そうそうそう。うわ、全然普通に俺らの腹の足しになっちゃった。ちょっとお腹いっぱいで終わっちゃうよ、俺ら。どうするよ、俺らお腹いっぱいで終わっちゃうよ。まあ、そういう平和なエンドがあってもいいのかなって思うけどね、うん、誰も彼もが苦しむ必要ない。いつだって幸せはすぐそばで笑っていてくれるような気がする。頑張れ、のでね、ね、みんなもその小さな幸せを逃さないように一日一日を精一杯生きてください。以上、離れてブラザーズでした。キモー、俺らの動画の終わり方。デザートが美味しくいただきました。俺らが食え。